1977年の床谷駅と周囲約500メートル範囲。下がシル方面。無人化に伴って、島式ホームの駅舎側が撤去され、埋められて防戦化されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成床谷駅は、かつて、北海道ところサロマチョワザワカサトに設置されていた。 日本国有鉄道有毛線の駅である。電報略号はとこ、有毛線の廃線に伴い、1987年3月20日に廃駅となった。廃止時点で、島式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した、電鉄器を持たない、防線駅となっていた。かつては、島式ホーム一面二線を有する、 列車交換可能な交換駅であった。使われなくなった駅舎側の一線は交換設備運用廃止後は撤去されたが、ホーム前後の線路は点鉄付きの名残で湾曲していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は校内の東側に位置し、急線跡を渡りホームを結ぶ通路で連絡した。無人化後も製造が行き届いていた。 当駅が所在した地、あざ若里付近を流れる川の名より、アイヌ語由来であるが、亡くなった村を意味するトコタン、あるいは沼村を意味するトコタンなどの説があり、特定しがたい。校舎については、サロマ後半にあるために付けられたと考えられる。2011年時点では、草むした空地に駅跡と線路跡があるのみとなっている。また、 以前は駅への取り付け道路入り口部分に床端バス停留所が設けられていた。2017年時点では駅周辺の線路跡は一部が道路へと転用されている。ありがとうございます。